館では2月14日で国によっていろいろなことが異なっています。バレンタインデーは愛を告白してチョコレートなどのプレゼントを贈る日です。バレンタインデーの歴史はローマン時代から始まりました。毎年2月14日は女神ジュノの祝日でした。2月14日から2月19日までルペルカリア祭りという祭りがありました。その頃、女性は紙に自分の名前を書いて桶の中に入れて、次の日男性は桶から紙を一枚選んで、その紙に書いてある名前の女性と祭りの間パートナーになります。祭りのパートナーが時々恋に落ち結婚しました。日本のチョコレートは2種類あり、彼らは本命と義理チョコと呼ばれています。女性は彼氏や好きな男性に本命チョコをあげます。本命チョコはよく手作りなので義理チョコよりも高価です。義理チョコをあげる人は恋人に限りません。義理チョコは普通女性が男性にあげるんですが、義理チョコをあげる男性は恋愛感情がありません。学校の男性の友達や会社で同僚とお世話になっている人などにあげます。義理チョコをあげる人にはローマンチックな興味を持ちません。もちろんアメリカでもバレンタインデーの習慣があります。日本とアメリカを比べると、アメリカのバレンタインデーは日本の反対であることがわかります。アメリカの男性にとってバレンタインデーは自分の気持ちを告白する絶好のチャンスです。日本はいろいろな理由があり、愛の告白や義理や習慣のためです。日本で贈るのはもちろんチョコレートですが、最近他のギフトもあります。アメリカではギフトはチョコレートやカードや花をあげます。アメリカでは2月14日に一般的にレストランで食べたり他のロマンチックなことをしたりします。それは手作り料理をしてもいいです。ヨーロッパでは男性と女性に限らず家族や友達にカードとプレゼントを贈ります。ホワイトデーの習慣は日本、韓国、台湾、中国のような東アジアの国々であります。普通男性が女性に3月14日のホワイトデーという日に返事と贈り物などをあげます。ホワイトデーは男性が女性にバレンタインデーにチョコレートをもらったら、キャンディ、マシュマロ、ホワイトチョコレートのプレゼントをお返しします。バレンタインデーは何年も前に始まりましたが、まだ今でもあります。アメリカと日本での習慣が異なっていますが、習慣は時代とともに変わっています。